こんにちは、ナビゲーターのももです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の速報は、海外の反応、エンゼルストリプルプレーくらい、ネットワーク、クソ面白い球団に大谷がいる奇跡、その試合結果は、についての海外メディア反応です。20日、エンゼルス5対2レンジャーズアーリントン。エンゼルスの大谷翔平は3番指名打者で4打数1安打。6回に先頭で右前田を放ち、そこから自身を含む5連打で勝利に導いたものの、レンジャーズにトリプルプレーを完成され、劇的な展開にファンが沸いた。2対2の同点だった6回に大谷が右前田を放ち、反撃の口火を切った。しかし5連打で5対2と勝ち越し、なおも無視1、2塁で8番のマックス・スタッシ捕手31が3塁ゴロで5-4-3の30殺に仕留められた。あっという間に攻撃は終了。敵軍の救援左腕キングもガッツポーズを見せた。日本での中継もアナウンサーが、お、これはと絶句。リプレイ映像にトリプルプレーでしょうか。トリプルプレーが完成しました。3アウトと続け、驚いた様子だった。珍しいトリプルプレーにツイッターでも驚く声が続出。5連打の後でトリプルプレー食らうとか、ものすごいものを見せてくれるな。5連打の後のトリプルプレー、そうエンゼルスとかいうクソ面白い球団に大谷がいる奇跡、せっかく連打で調子良かったのにトリプルプレーを食らってしまうのがエンゼルス、などの投稿が見られた。